ローリングシザーズブルーエンジェルスによるシザーズクロスシザーズとは航空機が空中で行う軌道の一つ。2機の航空機が平行に飛行しながら急旋回による打工を行った結果、双方の飛行機跡が交錯している状態を指す。特に双方の飛行機跡がねじれ合うシザーズをローリングシザーズという。空対空戦闘において戦闘機同士が互いに相手の背後を捉えようとして、 急旋回による蛇行を繰り返す両機の軌道がハサミの開閉運動に似ていることからこの名がついた。競って飛行している相手より前に出てしまうと背後から撃たれるため、相手より飛行速度を落としたり、急旋回による蛇行距離を稼いだりして、互いに相手を前に出そうとする。垂直方向に上昇しながらのシザーズでは先に上昇限界に達する機体が相手より早く、 失速するので不利になり、水平方向でのシザーズでは、旋回半径の大きい機体が相手に内側に回り込まれるので不利となる。具体的な空中戦闘軌道としては、ブレークにより、敵機をオーバーシュートさせた直後にローリングで後輩を奪おうとした際、防御軌道として同様に、ローリングを行った敵機と共にローリングシザーズの構成がなされる。曲技飛行の演目には、 両機が対抗するローリングシザーズもあり、ブルーエンジェルスでは至近距離で交差するシザーズクロスを演目の一つとしている。ありがとうございます。